様です。進軍ルートは確保できた。さすがミカサ、任せて正解だったよ。お前と一緒に行けば楽できそうだ。さすがは首席のミカサ様だ。どうした？邪魔しない。無縁弾ヤバいってことだよな。ズブッ。俺も手を貸そう。ありがとう。嬉しい。よくやったアッカーマン。このまま連携して作戦を続けるぞ。あの縁だ。強い巨人が現れたようだ。生きられるのは勝者だけ。市街地を抜ける頃だ。縁談が上がっている。一体何が起きているのか。なければ勝てない。
これでエレンの邪魔はできない。出口に飛行手が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行手なら直接倒すしかない。これで無事に旧市街地を出られる。蹴散らしてやる。ここからが壁外遠征の本番。
戦ってこそ兵士だ。訓練兵として鍛えられている頃は何度もくじけそうになったけど、無事卒業できてよかった。女神クリスタだからいいが、そのセリフ他の成績10番以内のやつが言えば嫌味に聞こえるぜ。そんな、そもそも私よりあなたの方が10番以内にふさわしかったのに。馬術はともかく立体機動術なんてあなたの方がずっと。私は他の連中と協力するのは性に合わないからな。単独で突っ走ってたのが減点されたんだろう。そう言うけど私のことはよく助けてくれるじゃない。いつかの町への巨人襲撃を想定した訓練の時も、私たちの班は随分遅れを取っていたけど、終盤であなたが頑張ってくれたから。別にお前のためじゃねえよ。班の連中に恩を着せようと思ったんだ。あいつらには後でたっぷりと礼をさせてやったさ。もう私にはお礼も言わせてくれないんだから。でも今だって同じだよ。巨人と戦うのは怖いけど、あなたと一緒ならなんとかなりそう。はいはい、私はこれからも女神クリスタにお仕えしますよ。もうまたふざけて。でも頼りにしてるね。